宇宙世紀00079、11月、ジオン公国による独立戦争は転機を迎えていた。地球連邦軍はオデッサ作戦を開始。この作戦にはある特務部隊が参加していた。ジムの実戦データ収集を行う支援小隊、通称ギャザーロード隊である。戦場を吹き荒れる鉄の嵐の中、その現象は突如起こった。小隊長、作戦開始よ。了解。2号機、3号機、援護してください。うわー、そこだ。お前が俺でうるさい、黙って聞け。先に聞いておきたい。認証コード確認。名前を登録しろ。ここで戦う君の名を。登録完了。階級は少尉。地球連邦軍所属。特務小隊、独立混成機械化技術支援小隊、通称ギャザーロード隊の小隊長。なるほど、今回選ばれたのは君か。バイバイ小隊長、時が来ればまた会おう。 G の空で。バイタル回復。小隊長大丈夫？オデッサ作戦は始まってるんだぞ。しっかりしてください小隊長。すぐに機体を再起動して。小隊長、出撃よ。壁で旧陸戦艇戻されたように感じる時間、戦場を取り巻く違和感。このオデッサ戦線で自分たちの運命を。ニナ、歴史を変える何かが起きたことをギャザーロード隊小隊長だけが感じていた。各機のモニタリング開始。マーカーに従って目的地まで移動して。ステップ、ダッシュ、ジャンプ確認しろ。ブーストゲージの残量には気をつけて。この先曲がり角になってるわ。警戒して。カメラ回せ、カメラ回せ。どこに敵がいるかわからないですからね。開始よ。ディスプレイアシスト起動。この線が敵の狙い。今はあなたよ小隊長。ロックオン。ロックオン成功。狙った敵を正面に捉えられるからね。格闘攻撃を解除するわ。特殊カットやってみろ。特殊カットザッザック撃破。すごい小隊長。まだ来る。
小隊長、打ち上げちゃって。敵無防備、敵無防備。ジャンプしてる時に打ち上げ攻撃すると叩き付けになるから、それも試してみて。早くも2機目のザクを撃破。やるじゃない。敵機複数増援、先手必勝、先手必勝。そうね、回転攻撃ならまとめて切れる。小隊長、チャンスよ。投げ切り、お見事、投げ切り。落ちる。2号機、3号機の援護に回って、小隊長。ほらよ、敵モビルスーツの殲滅を確認。さあ、どんどん進んで。人使いが荒い。小隊長大変だな。幼馴染みたちじゃ。戦場なんだから手心は加えないからね。情報の崖に敵機。狙え、ロックオン。狙え。ロックオン対象は切り替えられるわ。やってみて。ビームスプレーガンのセーフティーを解除。崖の敵を片付けて。ジャンプしながら撃つと当てやすいからね。完全な時に。まだなのか。応援か。サブ兵装を使います。3号機、引っ込みすぎないで。小隊長、援護を。戦闘集中、戦闘集中。目的地マーカー更新。いよいよね。先行しすぎたか。友軍の姿、まるで私たちしかいないみたい。前方、ジオンの陸上戦艦ダムだよ。敵が多い。ガードを使って機体を守って、援軍が来るまで持たせないと。あれ、友軍機の反応がない。まさか全滅。小隊長、撤退を。無理、絶対無理。覚悟を決めるしかねえか。まだなのか。直撃させる。みんな、リペアキットの応急処置を。敵の包囲を切り崩さないと。終わりはしない。上からもバンバン撃ってく。ロックオン、射撃しろ、ロックオン。打ち上げ攻撃、回転攻撃、サブ兵装まで全部使え。生き残るぞ。本部、応答してください。こちら、独立構成機械化技術支援小隊、ギャザーロード隊。おかしい、このデッドに連邦軍、私たちと戦闘していない。当たれ、当たれ、当てる。なんだ、冗談だろ。大量、大量。どこにこんな戦力が。戦機、撤退を。小隊長、危ない。緊急ブレイクアウト処理、実行。宇宙世紀 0079 オデッサ作戦のブレイクミッション放棄。誰、一体何が。それは後で、ブレイクアウト。発見、イレギュラーデータ発見。エラーデータ隔離完了。ブレイクミッション放棄。申請了承、申請了承。 SACRA/1351420 管理システム開放準備完了。補助行動実行。ジェネレーションシステムスタンバイ。プログラムテオス作成処理実行中。ガンダム、ガンダム、ガンダム、ガンダム。
無事？ここはどこ？何が起きたっていうの？ジムのモニターデータがおかしい。招待長、機体にトラブルが起きてるの？緊急ブレイクアウトの負荷でデータが不安定になってる。何を言ってるのかわからないんだけど。それに2号機と3号機はどこ？待った、ミロ姉さん、それどころじゃないんだよ。今この先でホワイトベースが着底しちゃって、なのにアムロ総長さんは行方不明のままなんだよ。こちらブライトだ、早く戻れ。ジオンの追撃隊から攻撃を受けている。ホワイトベース隊、ユノ特務総長祈祷します。アムロ総長は？奴のことはいい、船の直輪に回れ。了解、任せてください。今のブライトノア中尉、私たちホワイトベース隊なの？直撃させる。そこだ。落ちる。おっと、今度はジオン軍の通信応募時。俺が飛び出す、その間にタンクをやれ。あ、はい、ラール隊。隊長やりました、タンクをやりましたよ。こいつにとどめよ。何を寝ぼけておるか、木馬だ。木馬を討ち取らねば、我々の戦いに意味はない。ラール隊って、ランバラール隊？どうやって防御したの？それに、気になると思うけど、今はとにかくホワイトベース。小隊長さん、どんどん進んで。ラール隊は、オデッサ作戦前に戦死したって聞いたけど。当たれ！かわせるか！強襲揚陸艦ホワイトベース、迎撃のためのモビルスーツが出てない。ガンタンクはさっきやられたし。ユノ遅いぞ、何やってんの。指揮者からの通信支援を。了解です、支援します。ブライト注意とは初対面なんだけど。話は後、このままだと数日後に始まるオデッサ作戦の歴史が変わっちゃう。私たちそのオデッサにいたのよ。くらえ、そこだ。木馬を落とす、抜かれないよお前たち。ザクとは違うんだよ。ディスプレイアシスト起動。小隊長さん、敵機に表示されたゲージを見て。サブ兵装を当てたり、相手が大技を使うと減るんだけど、ゼロにすればひるませられるんだよ。特殊格闘の打ち上げ攻撃、うまくいけば打ち上がった相手追撃もできるわね。そう、それがバランサーゲージ。逆にゲージがあるうちは絶対にひるまないからね。ここは何でもいいか、邪魔する奴は全部敵だ。まさかガンダムなのか。その通りです、艦長。ガンダムバルバタス、本来この歴史にいるべきじゃない。どういうことなの？ランバラル隊がいること自体が。それがヒストリーブレイク現象。真実を知りたいならここは切り抜けて。ブレイク現象。小隊長、まずはホワイトベースを守って。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。あの木馬みたいな船を潰して、それから。物騒な予定立ててる。もし壊されたらどうなっちゃうの？歴史が完全に壊れる。ユノ姉さんたちにいろいろ説明する。おかしいな、言うこと聞かなくなった。バルバトス、データ干渉が起きてる。小隊長さん、
一斉攻撃を。これで決める。当たれ。叩く。いやギャッ。そこ邪魔。やるな。くらえ。どうしたバルバトス。俺が、俺は必ず帰るよ。やった、リムーブ成功。これでランバラル隊員のグフを呼び戻せる。そうよ、消えたラル隊員やザクはどうなったの。説明してもらいましょうか。ならば本拠地へご案内いたしましょう。ブレイクアウト。ブレイクアウト成功。ようこそ、ここが私たちの本拠地だよ。待って、他の隊員たちは。小隊長、彼らの姿を見た。そうよね、通信も繋がらなかったし。他の隊員さんたちはオデッサで解放されたんだってば。とにかくお仲間は無事だよ。ここに転送されたのは小隊長さんと犬姉さん、あとはハロくんだけだからね。ハロー、ユノ。ハロー、ユノ。あまりイレギュラーなデータが多くてもオーバーフローが怖いからね。転送されたって、ここはオデッサ基地じゃないの。残念、ここはイリオンステーブル、この G ユニバースでの拠点になる基地なんだよね。何もかも聞いたことないし、そもそもあなたは何をどこまで知ってるの。落ち着け、ユノ。脳波レベル乱れてる。そういうデータベースがあるんだよ。じゃあ1年戦争にアクセスしてみよっか。ジオンとの戦争と私たちのこと、それだけじゃない、その先の未来のことまで知っているような口ぶりは何なの。未来とはちょっと違うよ。さっきの戦いのこと覚えてない。確かに未来じゃない。ランバラル隊員はオデッサ作戦の開始前に戦死しているはず。それに、言ってたよね、歴史っていうのは何を指しているのかしら。さすが小隊長さん、目の付けどころが鋭いね。いい加減種明かしをしなさいよ。あなたは誰、所属はどこ、連邦軍、ジオン軍。私の所属は G ユニバースだね。コード名は SACRA/1351420。 なっかい、それが名前なの。じゃあ SACRA だから、サクラ、その後のスラッシュもくっつけてサクラスラッシュ、サクラって呼ばせてもらうからね。サクラ、サクラスラッシュ、イノ姉さんがつけてくれた新しいコード名。これ勝手に名称変更していいのかな。最優先事項は円滑な人間関係なわけだけど。まあ大丈夫でしょう、特例ってことで自己判断。コード名、リネーム完了。ハロー、私サクラスラッシュ。ハロー、サクラ。ハロー、サクラ。サクラ、私たちはオデッサで作戦行動中なの。データベースだの、ブレイク現象だの、悪い冗談に付き合ってる場合じゃないから。これは冗談じゃなくて史実データからのシミュレーションなんだけどね。シミュレーション、意味不明。シミュレーション、まるでさっきの戦いが大規模な演習か演劇だったみたいな言い方じゃない。さすが冴えてるね、イノ姉さん。だからこそ選出されたんだろうけど、腕利きのモビルスーツパイロット、小隊長さんも一緒にね。選ばれた。史実からのシミュレーションって、この G ユニバースって一体何なの。コンピューターのデータ領域 G ユニバース、
私たちの人格データが取り込まれた歴史の記録庫。やっぱり信じられないけど。事実なんだよ。そしてトラブルが起きてる。仮想世界でのシミュレーションの結果が物理世界、現実の歴史に干渉するほどでね。人格のデジタルデータか。こんなことが他でも起こってるってこと？記録によるとユノ姉さんたちで2回目かな。詳細データの閲覧申請は出してるんだけど、管理システムからの回答はないし、私はただのナビゲーターっていうか、ユノ姉さんたちとコミュニケーションを取るために組まれたばかりの教育型 AI なんだよね。その管理システムっていうのがバグを修正するためにあなたを用意してプログラマーの私を選んだ。小隊長さんもね。ブレイクインしたデータをリムーブするためには実力行使も必要になるから。バルバトス、ランダムバルバトス。そうか、オデッサにいなかったはずのガンダム。ああいう強烈なのと戦う力が必要ってことね。でも小隊長はともかく、こっちにあるのはデータ収集用にカスタムされたジムだけよ。ああ、そのギャザーロード隊仕様のジムなんだけど、なんでかデータがクラッシュしちゃって。ああ、でもご心配なく、通常の RGM79 ジムのデータにコンバートしておいたから。データが不安定とか言ってたけど、早速バグってるじゃないの。原因がわからないんだよね。どっかからハッキングでもかけられたかな。でもでも二人さん、ご安心めされよ。戦力補填のために新しいモビルスーツのデータを用意したから。なんとジオン広告軍の傑作機 MS-06 ザク。待って待って、確かに名機だとは思うけど、それでガンダムバルバトスに勝てるわけ？ザクを侮ってもらっては困るね。使いこなせばパンチ一発でモビルスーツを撃破するパワーが出るんだから。小隊長、モビルスーツの格闘技というのを見せてやれ。小隊長。あ、いい機会だから、モビルスーツの兵装や性能強化について話そうかな。ハンガーに行こう。なるほど、今みたいに手持ちの戦力を強化していくわけね。 MS 解析率を上げれば新しいモビルスーツを開発することだってできるから。小隊長、確かめろ、強くなったモビルスーツ。お、ハロ先輩いいこと言った。パラメーターの確認は忘れないようにね。これで機体の強化改造や実際に戦う小隊長さんの準備も万端かな。最後にブレイク現象について聞いておきたいわ。記憶されていた歴史が混ざるって解釈でいいのね。それだけとは限らないよ。さっきの中央アジア、ソドンでの戦いだと、本来はランバラル隊のグフと戦ってアムロレイ総長のガンダムがそれを退けるっていうのが正しい歴史。見事だな。しかし坊主、自分の力で勝ったのではないぞ。だけどジオンの新型モビルスーツグフは途中でガンダムに入れ替わった。そう、本来宇宙世紀の歴史には存在しない火星のガンダム、ガンダムバルバトスにね。俺たちの居場所はここじゃない。オルガ、必ず戻るよ。え、火星？あんなところでガンダム作れるわけ？ちょうどいいか、その説明もあるし。火星、ポストディザスターの歴史に行こう。木星船団に乗り込むよりは近いと思うけど、急にそんなところに行けって言われても。大丈夫だって、ユノ姉さん。一度ブリッジに戻ってブレイク修正の説明をするよ。で、そのブレイクミッションっていうのがブレイク現象が起きてる歴史ってことなのね。イエス。ハロ君を操作すればミッションを閲覧、出撃するか選択できるよ。ブレイクミッションではフラグメントキー、歴史の断片データとでも言おうかな。それを手に入れて正しい歴史に戻していく。他のパズルに紛れ込んだ違うパズルのピースを取り除いて元の場所にはめ込む。
それがブレイク修正か。さくら、私たちには自分の仕事があるの。戦時中にまたこんなことが起こったらたまらないわ。他の人が巻き込まれるのもよ。だからブレイク現象の修正ってやつに付き合ってあげる。小隊長と一緒にね。問題はそれをやって私たちはちゃんと戻れるんでしょうね。管理システムの方に確認中だから、ブレイク修正してるうちに通知が来るはずだよ。ミッション選択、ミッション選択、ハローを操作しろ、ユノ。私たちが知らないポストディザスターの時代。小隊長、モビルスーツの準備は抜かりなくね。そうだ、この歴史のモビルスーツなんだけど、どれもナノラミネートアーマーってエネルギーを拡散させる特殊な装甲をしてるんだよ。ビームが効きにくいってこと？じゃあパワーを乗せられる打撃系の質量兵器の方がいいのかしら。正解！ビーム兵器を持ってないザクでの出撃をおすすめするよ。あのとんでもないガンダムに対抗するのにこっちはザクか。心もとない話ね。ガンダム対ザクは伝統だからね。前向きに行ってみよう、小隊長さん。ハロ君がミッションを検索してくれてるから、次のブレイクミッションを選んでいこう。このブレイク修正を完了させれば私たちはオデッサ作戦に戻れるのよね。大丈夫だとは思うんだけど。 AI なんだからそこははっきりしなさいって。本当にわからないんだよね。管理システムにブレイク現象の拡大規模を確認中なんだけど、まだ回答がなくて。この間に次のブレイクミッションの舞台、ガンダムバルバタスが来た歴史について説明しておこうかな。自立型無人兵器モビルアーマーの暴走から始まった逆再戦が終結してから約300年後の地球圏、 PD ポストディザスター300年代のお話。というわけで今回のミッションは鉄火団の一員として地球に降下することになるよ。火星の自治権を得るためにアーブラウの元代表まかない東吾之助さんを本会議場に連れていく任務だね。なるほど、元代表の再選に協力して火星独立運動にアーブラウの後ろ盾を得ようってことね。その本会議場の場所はエドモントンっていう土地だよ。治安維持を担うギャレルホルンは武装した鉄火団やまかないさんを町に入れたくない。裏で対抗馬とつながっているからなおさらね。私たちの宇宙世紀ではジオンの独立戦争、どの歴史でも戦いが起こる原因は似てるのね。その中心にはいつもガンダムがいる。これは偶然なの？私たちの位置は団長さんから通信つなぐよ。聞こえるか、ミカ。今から最後の攻撃に出る。うん、分かった。かなり危険な賭けになる。どうしたってそれなりの被害は避けられねえ。あいつらにそいつを押し付けなきゃならねえんだ。俺はもうオルガに賭けてるよ、最初のあの日から。俺だけじゃないよ、みんなだってそうだ。みんなオルガに賭けてる。だからオルガも賭けてみなよ、俺たちに。鉄火団のみんなに。鉄火団のみんなにか。すまねえ小隊長ユノ、お前たちも敵を引きつけてくれ。俺たちは計画通りまかないのじいさんを連れてエドモントンの議事堂へ向かう。了解です団長、敵を減らしつつ支援に向かいます。俺も邪魔する奴らを潰してそっちに行く。オルガの道は俺が作るよ。ありがとなミカ、頼んだぜ。みんな直撃させる。よーし、ここは鉄火団として頑張ろうね小隊長。ちょっとまずいね、ブレイク現象の影響でミッションがおかしい。
私たち以外に鉄火団員が確認できないんだよ。え、じゃあ前線にいるのは小隊長と三日月くんだけ。そうなるね。もう何が起こるかわからない。ブレイク現象確認。これって EO のオズ仕様、アフターコロニー時代のモビルスーツ。聞いたことない名称ばっかり。ということはまさか別の歴史から。そう、宇宙世紀ともまた違う時代。街に攻め込まれたら鉄火団の計画がめちゃくちゃになっちゃう。総隊長さん、全滅させて。ここで全部終わらせる。ガンダムパルバトス、間違いない。ホワイトベースを襲ってきた。うん、いうのは何。そうか、今は同じ団員なんだ。援護をよろしくね、三日月くん。ああ、こいつらをオルガのところへは行かせない。残らず、全部潰す。三日月くん、ガンダム決まりする。何それ、知らないけど。やっぱり、ブレイク現象で技術がずれてる。行け。出てこなければよかったのに。とりあえず君とは違う道を選んだつもりだったのだが、今はこのエピオンを使わせてもらう。正気か、奴らこんな街中にモビルスーツだと。あれがガンダムキマリスってやつ。違うよ、これはガンダムエピオン。アフターコロニーの歴史から来たガンダム。ここはニューポートシティではない。えい、こんな時に。しかも乗ってるのはヒーロユイ君じゃない。ライトニングカウント、6番目の男、セクスマーキス2級特佐だ。あのモビルスーツは未来予測で最短の戦略を導き出す。システムエピオンを搭載した。いいのはそういうの、敵だって分かればそれでいい。最強の敵として認め合いた。ガンダムを一目見た者は生きて戦場から戻れない。そんなジンクスなど。別に見たって死なない。ただ鉄火団のオルガの邪魔になるなら消えろよ。トレーズが作ったこのエピオン、君が勝利する未来は見えないがな。未来、ごちゃごちゃとうるさいな。操縦者に未来を見せるシステムエピオン、そしてモビルスーツと操縦者を直結する荒屋敷システム。この辺りのデータが干渉し合ってるのかな。そんなものがどうしてガンダムなんだ。ガンダムだからこそ。落ちろ、くらえ、逃がしません。そこだ、戦争とは非常なものの全力で戦ってもらえない。ガンダム、私の挑戦を受けてくれるな。当てる、落ちろ。そうだ、ダーッ。ルエスの抵抗をやめてこい。イライラする。その目で見るのだ、戦いがいかに汚く卑劣であるかを。死ぬせ、バルバトス。
かわせるか。戦争とは非常に全力で戦わせてもらう。そこだ。体勢を回復する。邪魔だな。さあ当てる。いけ。敵はとんでもない怪物を送ってきたものだ。死にすぎる。体勢を回復する。かわせる。問題ない。直撃させる。そこ。戦争とは非常なものなの。全力で戦わせてもらう。死ぬ。そうか、エピオン。ここは我々の居場所ではないというのだな。何だったんだあいつ。そうだ、オルガは。バトラー、三日月くん。サクラ、ブレイク修正ってこれでいいの？残念ながらまだだよ。この修正ちょっと重たくなるかも。あの赤いガンダムのことね。アフターコロニーはどうとか。まさにそれだよ。小隊長さんもお疲れ様。とにかく一回イリオンステーブルに戻ろう。ブレイクミッション発生。ブレイクミッション発生。了解だよハロ君。 DO にガンダムエピオンとくれば AC、 アフターコロニーの歴史だね。どうすればブレイク修正は完了するの？次々に別の歴史からデータが入ってくるんじゃ終わらないんじゃない？エドモントンでランバラル隊のグフと出会えれば話は早かったんだけど。以前ガンダムバルバトスと入れ替わったラル隊のモビルスーツが必要なのね。イエスだよ。怪しいのはやっぱりアフターコロニーの歴史。ハラ先輩、そういうことだよね。オペレーションメテオ。オペレーションメテオ。やっぱりそれだね。まずはこの作戦について知っておかないと。犬姉さん、ブレイクミッションを選択して。アフターコロニーの時代、今度は金星とかじゃないでしょうね。大丈夫、地球圏だから。時はアフターコロニー195年。地球圏統一連合がスペースコロニー軍と対立している時代。地球連邦政府とは違うけど、構図は宇宙世紀と似てるのね。まずはブレイク現象を調べるのが先決。舞台はアフターコロニー時代の地球。戦火のニューポートシティに向かうよ。戦闘の停止にはサンクキングダム代表のリリーナ・ピースクラフトさんが不可欠。場合によっては彼女を保護しないと。5機のガンダム、オペレーションメテオ、そして完全平和主義か。ここが首都ニューポートシティ。こんなところが戦場に。カエさん、先に出ます。ガンダンク発進。よし、ハヤトの野郎、一番乗りを先取りしやがって。ガンキャノン出るぜ。こちらはマグアナク隊3番隊。カトル様は戻られているの？カトル様だって？まだ戻られていない。この時点でサンドロックがいない。ガンダムエピオンは？エピオン？何のことだ？それじゃあ、ルクレティアノイン特有は？通信が繋がらない。ここの我々だけでも。サクラ、どうなってるの？本来、ここにいるべき人たちが軒並みいないんだよ。じゃあ、エドモントンの時と同じく小隊長と私たちが。そういうこと、まずは補わないと。小隊長さん、マグアナク隊の意地を見せてやって。なすかよ。当たるぞ。ガンダムサンドロック、トーラス、エピ、こっちは圧倒的に戦力が足りないけど、敵も主力の無人機、モビルドールがいないみたい。敵側も足りないの？なのに見覚えのあるザクとかがいるんだけど。一年戦争のジオン軍が違和感なく隠れ込んでるね。逆にチャンスかも。もし頑張れる隊員の武器がそこにブレイクインしてれば。そうか、
ラルファーへも送り返すことができればミッションが相互に修正できる。小隊長さん、ザクを倒してウフを届こう。どけよ、ザクモモカ、ザクザク、この野郎、そこだ。あれってバルバトスと入れ替わったランバラルファーのウフにしては数が多くない？ウフ自体の量産規模はおかしくはないけど、残念ながらラルファーにはないみたい。あれもない、あの人もない、そんなのばっかりね。お、それだよ犬姉さん、このブレイクミッションの違和感、人も物もそしてガンダムも、この歴史を動かすファクターが全然存在してない。じゃあサンクキングダムの代表リリーナさんもいないんじゃないの？王国解体宣言はできないんじゃ、この戦闘を終わらせる方法がない。まだなのか、くらえ、そこ、カトル様さえお戻りになれば。そこだ、落ちる。これはどうだ、そこ直撃させる。あ、またグフの総影、マグアナ使い警戒してください。あれにもラルタイは乗ってないけど、手はあるかも。小隊長さん、グフは残らず撃破して、そこからデータ追跡をかけてみる。首都防衛隊がこれほどとは、撤退だ、一時撤退せよ。小隊長さん、追わなくていいよ。さくら、さっきのグフ軍団からデータ追跡はできた？もちろん。これでランバラル隊が、ユノ、ブレイクアラート、ブレイクアラート。ハロ、どうしたの急に。アラートって何これ、介入プログラムを検知。なるほど、あれが新たに選ばれた。ガンダムラトレイヤー、ハーメスマーキュリー出る。さて見せてもらおう、その力がこの G ユニバースに足るものかを。データベースにないよあんなの。それにあの顔はガンダム。小隊長気をつけて。小隊長、パイロットはプログラマーではないのかね。君は何者なの？そのモビルスーツは？私のデータは与えられていないのか。 SACRA/1351420。 今の私はサクラスラッシュ、ユノ姉さんに勧められたんだよ。クルメは天空だ。そのユノというレディーがプログラマーか。どうしてそれを？あなたは誰？私はハーメス・マーキュリー、以後お見知りおきを。そして小隊長、君にはこのラトレイヤのテストに付き合ってもらおう。逃がさん、当てる。肝心な時に行け。今回はパイロットとプログラマーをそれぞれ分けた。ということで、パイロットの腕は申し分ない。なるほど、アップデート前のラトレイヤーでは厳しい。今回はそれぞれ分けた。何のこと。データベースが失敗したけど、あのガンダムのパイロットも確認できない。もしくは君では閲覧できないということだ。まだなのか。当てる。さすがだな小隊長君、やはり機体のアップデートが必要か。そしてまた会おうリトルレディ。待ちなさい、何者なの。ガンダムラトレイヤー、やっぱりデータにないんだよね。あの膝男、何をどこまで知ってるのかしら。ユノ姉さん、
それを考えてる暇はなさそうだよ。あいつの無理な介入でこのミッションのデータが壊れ始めてる。はぁ、ほんとどこまでも迷惑な。さくら、ブレイクアウト急いで。作戦終了っと。帰還するぜ。